まだおちゃんです。怪しげな音楽、怪しげな背景画像、そして怪しげなタイトル、何も事件は起こらなかった。はい、嘘、ダウト絶対なんか起こるやろ、こんな矛盾したタイトル、あれ怪しすぎやろ。何も事件は起こらなかったことがもはやもう事件ホラーアドベンチャーゲームらしいけど、一体どんなゲームなんでしょうか。やっていきましょう。あ、こういう感じ。昔ながらの絵は可愛い。しのちゃんや、ねえれんちゃん、次は何して遊ぼうか。しのちゃんは何したい？お人形遊び。僕、これは確かしのちゃん。あ、でももう日が沈んじゃう、帰らなきゃ、ママに叱られちゃう。そうやな、なんか夕方っぽいし、そっかそっか、残念がってる。れんちゃんは帰らなくていいの？口がピューってなってる。僕はまだ大丈夫。こっち来た。まゆみ、え、こんなところにいたの？毎日遅くまで家に帰らないからお父さんもお母さんも心配してるよ。お姉ちゃん今日車だから乗ってきなさい。私のお姉ちゃん、まゆみ。え、でもいいから、ほら、お友達にバイバイして。すごい緑のシャツ着てるわ、蛍光の。僕、てん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 、嫌そうやな、帰るの。バイバイしのちゃん、また来週学校で。今日金曜日かな。え、バイバイれんちゃん、かわいいやんか。いつもれんと遊んでくれてありがとう。バイバイしのちゃん。連行されてたわ。帰りたそうになかったけどな。いいな、優しそうなお姉ちゃんで。だからそう見えてんのよ。でも中はドロドロやったりする。うちのお姉ちゃんもあのくらい優しければな。もう、あ、これ車の中？僕、お家に帰るの？そうよ、私たちの家。どうしたの？てんてんてん、めっちゃ黙りこてるやん、私。あの、しのちゃんって子、クラスメイトだっけ？うん、なんかいいね。レンはさ、しのちゃんのこと好きなの？出た出た。突然始まる恋バナ。しかも姉と。あてんな。うん、好きだけど。まだラブかライクかわかんないよね。へぇ、そう。すべてがライクの年頃よ。まゆみ。たったいまー。てんてん、なんか元気ないな、このゲーム。ちょっと、レン、家に帰ってきたときはただいまでしょ？ただいま。僕、元気ない。なんか、怪しい人影が見えたけど、スルーなんだけど大丈夫？もう事件起こってるけど？今夕飯の準備しちゃうから少し待っててね。母はいないんか？今日はレンの好きなピーマンの肉詰めにするね。イエーイ！ピーマンの肉詰めめっちゃ好き！僕、てんてんてん。テンション低。ピーマンの肉詰めは、あの、丸ごとピーマン使うんじゃなくて半分に切って肉詰める方が好きです。決めていきまーす。ほう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 。あ、いい、なんかね、操作はしやすいんだけど。風呂入れた。ちょ、これ。走る。もできる。なんかお風呂来たけど、調べるはエンターでいいのか、これ。なんか浮いてるね。あれなんだろう、黄色い。ひよこかな。お風呂に浮きがち。赤と水色で調節するお風呂、えぐ。めっちゃしんどいやつや、これ。これ、ちょっと操作難しいな。W と S ではできないよね。体重計乗っとくか。特に気になるところはなさそうだ。あ、ちゃんと調べれるんだ、いろいろ。鏡がある。少し汚れているようだ。あ、なんか、いや、嫌やな。なんか人影あるし。お風呂は何もないわけ。絶対なんかありそうだと思うけどな、お風呂って。まゆみがこれご飯作ってるやろ？今料理作ってるから少し一人で遊んでいてね。一人遊びしろってか？マガジンラックでか本屋さん並みのマガジンラックなんだけど大型で見やすそうだ。大型には見えないけどね。ほんとモニターみたい二重型のモニターみたい。出てみる？これなんだろうね、こいつ。あ、近づいちゃった。お前は誰だ？音楽が嫌だ。
くないことが起こりそう。招き猫にちょっとお祈りしとくわ。縁起が良さそうだ。とには出れない。てんてんてん。お前は誰だって言われた。お前は誰だって。私は聞きたい。トイレ綺麗やね。トイレの中に洗面台があるだと。すごいな。こっちの家やな、これ。この部屋行ってみれ。変わった作りの家だよね。ゲームならではって感じ。みかんがあれ、美味しそうだ。みかん大量に買うて食べたわ、今年の冬も。池地区がある、特に効果の方がなさそうだ。いやー、日本人形があらそこに。今でも動き出しそうだ。怖い、怖い。みかんって冷凍できるの知ってた？私、やったことなくて。この間初めてみかん冷凍したわ。ちょ、待って、見つけた、見つけた。これは、誰の部屋やろ？かわいい鶏が。なんかおるでね。あー、音楽が。音楽がおかしい。ここにいてはいけない。早く帰りなさい。え？ここにいてはいけない。早く帰りなさい。どこに？私に言われてる？これ。あの、鶏かわいい。鶏のぬいぐるみ、クッション。今ちょっと欲しいもの、クッションだよね。なんか、モフモフのクッション欲しい。これ、ベッドに潜り込んでるっていうより、なんか、貫通してない。そのゴミ箱もありますわ。大体ベッドで寝たら体力回復するから、覚えとこか。じゃあ、お2階行ってみますか。2階は、ドアには、レンの部屋と書かれたプレートがついている。私か？ちょっと待って。ちょっと待って。どうする？どうする？おるわ。レンって私？ドアには書斎と書かれたプレートがついている。いや、何でもおるやん、あいつら。レンちゃんって呼ばれてたもんね。男の子で、僕やから僕っ子か？男の子なのかな？続いてみる。お前は誰だ？僕はレン。君の名前は？自己紹介しだした。はてなはてなはてなさん。僕は、最後まで言わんかーい。最後まで言わんかい。これは、あれかな？何かな？あれって何？どれ？埴輪？もう怖い。この埴輪すら怖い。野球選手のカードがあれ、お菓子のバテについてくるものの間、集めてんのかな、野球チップス。え、なに？なにこれ、びっくりした。なんか出てくるんか思った。ブラックホールすぎ？当てとくか。なんかあるかもしれない。机の上には何も置かれていない。なんか変わったって部屋の作りでね、なんかこんなところに机置くことある？壁に沿って置くよね、普通。すごい違和感を感じる。じゃあ、書斎行ってみるか。お前は誰だの人がいる。ここは悲しい家。死んだ人間は生きている人間とずっと一緒にはいられない。そらそうだけど。え？これだけ残して消えてた。何も事件は起こらなかった。もう嘘やん。事件起こってますよ。え？なんか見つけた。引き出しには古いメモ帳が入っていた。1997年7月12日、まゆみ誕生。お姉ちゃんやね。2009年12月18日、れん誕生。それの、あれ？何年後やこれ。12年後ですかこれは。ノート裏面左下には、高野でやってんのかな。高野達也と記名されている。これ、なんか重要？誕生日が知れた。私の誕生日12月18日。ほぼほぼ本棚やん、この部屋。書斎。ほこりをかぶったパソコンが置かれている。古いパソコンのようだ。ほこりをかぶっているだと？なんかもう匂ってきた。これいけんのか、こっち。まゆみの部屋とかバレたプレート。あー、まゆみの部屋にもおる。何？近づいてないのに。悲しい。悲しいらしい。
どうやらまゆみお姉ちゃんの日記のようだ。え？何？もう死んでしまいたい。怖い！運命を恨むことしか私にはできない。わかったわかったわかった。止まれ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 。死にたい。死にたいがいっぱい。画面が埋め尽くされていく。やばい！もじゃもじゃのなんか、毛糸に見えてきた。運命を恨むことしか私にはできない。悲しい。ただただ悲しい。死にたい死にたい。死んでしまいたい。人はいずれ死んでしまうもの。でも、返してほしい。今日も泣いて一日が終わった。これは夢じゃないかな。死んでしまいたい。願いが叶うなら私は何だって知れ。願いが叶うのならどんなことだって知れ。私の命を差し出してもいい。もう死んでしまいたい。ここでページが破り取られている。びっくりした。レーンご飯できたよ。だってあんなに闇深いに決めた後にご飯食べれん。まゆみどうした、はーいとか言ってるし、まゆみの日記帳見てしまった。消されるかも私。あそこの電源がついた。でどこかなんかあるかも。電手に立ったら怒られそうだ。お姉ちゃんの服を。ご飯できたらしいんで、ご飯食べに行ってきますわ。めっちゃ豪勢なご飯並んでない？二人分？二人っていうのもおかしいよね。またせ、夕食できたわよ。今日は例のために頑張っちゃった。どうしたの？さあ、座って。いや、まゆみ、お前さ、死にたいってマジ？うん、だからもう。いきなりかよ。どうしたの？レン、ピーマンの肉詰め好きだったでしょ？あまり食べてないね。うん。どうしたの？何か悩み事でもあるの？悩んでるならお姉ちゃんに相談して。僕はすごくなんか、あんまりおしゃべりが得意じゃないのかな？来た！来た来た来た。僕は死んだんだよ。どうしたの？怖い顔して。じゃ、これさ、まゆみのこの絵の、もうなんか、口おかしくない？なんか、取ってつけたみたいな口してるんや。僕は死んだんだ。なんか、囁いてるぞ。僕は死んだんだ。苦笑してる。え？ここでいじめられたの？うん？大丈夫。なんでもない。そう。二人とも沈黙。ねえ、レン、食べ終わったら一緒に遊ぼうか。久しぶりにトランプでもしようよ。トランプはしたい。好き。七並べしたい。やだ、お姉ちゃんと遊びたくない？12歳差ってことやね、お姉ちゃんと。うん、いいよ。じゃあ食べ終わったら遊ぼうね。うん。ちょっと元気出たっぽい。私、食器片付けて洗っておくから、レン、トランプ取ってきてよ。どこにあるの？私の部屋の机の引き出しの中、ごめんね、お願い。あ、私日記出しっぱなしだったかな？見ないでよ、恥ずかしいから。ちょっと照れた顔してるよ。頬を染めるな。頬を染めるような日記ではなかった。顔面蒼白になる日記やったで。まゆみの部屋また行くんか。嫌やな。日記は見るなって言われたけど、もうがっつり見てしまってるんですわ、もう。机の引き出し、これかな？これか。鍵がかかっていて開かない。ずっとずっとずっと一緒にはいられない。誰と？そらそう、僕たちはもう消えなきゃ。何が語りかけてんの？て鍵かかってるんやったら頼むなっちゅうねん。で、この日記やろ。あー、また見ちゃった。あー、もうこれしんどい。死にたい日記。鍵もらいに行くか。あゆみ、鍵閉まってたで。トランプあった？開かなかった。え、あ、ごめん、そうだった、鍵してたんだった。お姉ちゃんはポケットから小さな鍵を取り出してここ行って渡した。あ、ごめんごめん、これで開くから。何をそんな守ってんの？鍵で机を。怪しい。ちょっとガサガサしてみるか。トランプを手に入れた。
時だぜ。引き出しにはノートの切れ端が入っていた。死にたい。なんで私だけ。お願い、みんなを返して、レーンを返して。それができないなら私は死んでしまいたい。え、消えた。何やった、ここに囲まれてたよね今。この切れ端、この日記帳の切れ端やろ絶対。このレーンとなんかあったんか。レーンを守るためにどうのこうのした感じ。スタンバイしてるわあのキッチンに置いてある包丁ちょっと危なくない？これ使うんちゃう？ゆくゆく。これ持ってきたで。トランプあった、ありがとう。トランプの他にもいろいろありました、姉さん。てかトランプでかない机これ私トランプが2枚転がってるように見える、気のせい。さて何やろうか。レンはさ、トランプ何を知ってる？大統領？何それ、聞いたことないぞ。あてなあてな。で、この眉指のこの口元がさ、多分口元だけをこう表情を変えてるんやけど、なんかね合ってないっていうか、ちょっと面白いよねあ、それで大富豪でしょ、ルール分かるんだ。あ、大富豪ね、大統領じゃなくて。地方にあったら大貧民とも呼ぶんだよね。あ、そうなんだ。じゃあ大富豪やろうか。僕カード配るよ。配れるの？僕はお姉ちゃんと大富豪をして遊んだ。大富豪は二人で遊ぶには難しかったが、僕は楽しむことができた。まあ、二人でやってもね、持ってるカードわかるからね。こっちにないカードあっちにあるから。ああ、楽しかったね。うん。でも二人で大富豪ってゲームバランスが悪いよね。四人くらいでやるともっと楽しいんだけどね。確かに。いろんなローカルなルールあるもんね、大富豪って。ねえお姉ちゃん、お父さんとお母さんは？そう、私も気になってたそれ。いやなんかお姉ちゃんの顔がすごく凍りついた。姉ちゃん、お父さんとお母さんは今日は帰ってこないわ。てんてんてん。もうこんな時間だね。レン、お風呂入りなさい。なんか隠されたな。うん。寝れて急に表情なくした姉。もうお風呂に入って寝ようね。了解。もう、え、じゃあそのままお風呂行っていいかな、これ。あっ、来た。目の光を取り戻してる。ねえ、レン。何？久しぶりに一緒にお風呂入ろうか。頬を染めるな、頬。いや、いいよ。一人で入れるよ。断ってる。何よ、恥ずかしいの？そういうわけじゃないけど。もう、レンはいくつなんやろ、一体。あ、小学生ね。ってことは、小6以上やね。小6じゃない。あ、6歳以上ね、6歳以上。姉ちゃん寂しいとか言ってる。次すぐに私入るから、出たら教えてね。一緒に入ったらいいのに。あ、半シーン見たかったよね。姉ちゃんとお風呂のシーン。何？ほら待って、やばい、ほら包丁持ってる。ほらママしんどいやん。ほら、いやいや、どうする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 。レン、お風呂ちゃんと沸いてる？うん、沸いてるよ。何？やっぱり私も入っちゃおうかな。え？ダメ。ダメ。え？誰が言ってんのこれ？そう。帰ってった。あれ絶対刃物持ってたよね。私が警戒してた包丁持ってたわ、やっぱり。ダメって言ったら入ってこないんだね。無理やり入ってきて殺すこともできただろうに、それをしないってことはなんかあるぞ。もう事件は起きてます、現場で。怖いんやけど。しよう。話しかけるべき、これ。プロ出たのね。うん。じゃあ次お姉ちゃん入ってくるね。もう子供には遅い時間だから早く寝なさいね。うん。じゃあ風呂入ったんや。どうする？覗く？覗くか。覗いてみるか。ははは、スーポンポンや。これ脱衣所？お姉ちゃんの服だ。なんか危ないもん入ってないか？脱いでる服の中にポケットとか。入ったら怒られるかな？室にお姉ちゃんがいる。入れなかった。残念。キャーみたいなのを想像してないけどな。
わったところはないかなと。探索変わったところはないね。まああとは私自分の部屋で寝るぐらい。電気消して寝る。えらい。ちょ、てんてんてんやん。なんだか眠れない。あ、いや、どうしよう。嫌やな。もう寝ようぜ、無理やり。なんだか眠くない。眠くないんか。どうしようか。じゃあ、YouTube でも見て。なんか、睡眠用 BGM みたいなの聞きながら寝ようか。無理か。どうしよう。巻きっぱなしやな。大丈夫そう、これ。真弓の部屋に真弓はいない。こんなんあった？こんなに？こんなんなかったよね。こんなに？古い新聞が置いてあれ。大規模土砂災害、19人死亡。7月20日未明、局地的豪雨により、これ、お山？美山市の南区で多数の土石流や崖崩れが発生、19人が死亡、49人が負傷。美山市によると、97件が全壊、117件が半壊。最悪な事件やんか。びっくりした、もう。死んだ人間は生きている人間と一緒にはいられない。それはさ、聞いたよ。ずっと一緒にいたいけれど。あっ、 なんかいっぱい来た。私たちは消えなければいけない。ここにいてはいけない。あの、え、真後ろに来た。お前はなぜここにいる。え、僕にもわからない。いや、わからない。私もわからん。お前は誰だ。逆にお前らは誰だ。僕はレン。小学校。入りたて。好きな食べ物はピーマンの肉詰め。君の名前は。僕は。え、ああもうびっくり。僕はレン。ああ、僕はレンだよ。怖いって。めっちゃびっくりした。僕がレンだよ。わー、しんど。汗バー出てきた。ヒートテック着かったらよかった。レン、こんなところにいたの。まゆみ、めっちゃ怖かった今。前の日記より怖かった。風呂入った後は早く寝ないと風邪ひいちゃうよ。レン、うん、なんだか寝つけなくて。冷静か、お前は。私今めっちゃ取り乱してるね。なに、小学生にもなって一人じゃ寝れないの。いろいろ考えちゃって怖くなっちゃったんだ。いや、怖かったマジで。顔が怖かった。まあそれでもいいよ。達観してんな、この子。しようがないな。今日はお姉ちゃんの部屋で一緒に寝る。多分断るで。一緒のベッドじゃ狭いよ。余ってる布団を床に敷いてあげる。今用意するから私の部屋に来てね。頬は絡めるんだ。そしてこれは断らないんや。いや、さすがにちょっと怖かったな、今。僕はレンだよ。レン君の顔、めっちゃやんでたけど。絶対これなんかあるやん。新聞の内容。パンでも食べたいわ。あー、ちょっとびっくりしたな、マジで。あー。水でも飲んで落ち着くわ。ランプ渡しっぱなしな。片付けてくださいね。え、もうそのままいい感じ。これ真弓の部屋？あ、もうお布団敷かれてるわ。日記がなくなってる。あの、闇の深い。レンの布団用意したよ。ありがとう。じゃあ寝よっか。おやすみなさい。怖い。レン、おやすみ。真弓の笑顔が怖い、もう。
ねえお姉ちゃん、何？あ、この色が死んだ。なんかあるぞこれ。何でもない。で、沈黙が続く。ねえレン、何？大好きだよ。カップルみたいな。レン、おやすみ。普通にいい兄弟なのよ、仲のいい。どうなったんだろう。あ、え、なになになに、レン、レン、レン、はい、こちらレン。語りかけられてる。ごめんな、今日も仕事なんだ。ごめんね、お母さんも一週間泊まりで出張なの。ね、何の仕事してんの二人とも。レンはしっかり者だから安心だな。レンはいい子だね、一人で何でもできて。買ってないわ。じゃあ仕事に行ってくれ。そんなん寂しいに決まってるやんか。なに？レン？どうしたのレン？うなされてたよ。飛び起きたんやな。トイレ。そう、一人で行ける？うん。いや、行けん、無理。ついてきて。無理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 。お姉ちゃんの息が聞こえる。寝るの早い。やだやだやだ、トイレ来とうない。怖い。我慢しよう。ねえ。来とうない。行くしかないよね。じゃあ物色していってみるか。ではトイレ行きます。あもう急に出れたんだって。僕らはいるべきではないのかもしれない。逆にどちらが正しいかわからない。だから何？